ほんま消えにくくなるからこれから <laughs> いっぱい今も食べてます <laughs> <laughs> いいですねで日焼け止めはジグザグ塗りで叩く基本の三か条ならぬこの夏決めていることルール教えていただければと思いますということで書いていただきましたこれもヤギさんから見ていきましょうフリップ、はい、オープンきますじゃじゃん えっと、1番が暑さを感じる2番が虫よけ対策3番がスイカを食べるですかわいい <laughs> スイカ食もんか意外に暑さを感じるっていうのをあげてらっしゃるのが。 私なんか昔からすごい暑いとークーラーつけるんですけどちょっとぐらい暑いとまあ夏だし暑いもんだなって思って暑さを感じるのがわりと好きでなので夏はちゃんとあの時には暑さをちゃんと感じるまあこれもし着ててもそれこそ汗かいてもあのすぐ乾いてくれますしであと2番目は虫除け対策大ですよね本当すごい蚊にかまりやすくて。 言うとくはほんま消えにくくなるからこれから <laughs> 若い時はねすぐ消えんねんけど <laughs> 大事でもこの長袖とか着てたらね,ねさらにあの虫も刺されにくくなりそうで三番、ね、<laughs> 目が本当にあにスイカが好きなのでスイカを食べるです 可愛い,いでも血管を冷やすとかね言われますからね、うん、確かにカリウムでむくみがねね取トレされたりそうそうもう今年の夏は食べました食べましたいっぱい今も食べてます <laughs> いいですね夏だね本当あげていただきました <laughs> さあ続いてアンミカさんの参加状は何なんでしょうかはいじゃじゃん<ー>冷やさない、はい、もう本当にリカゴちゃんと真逆なのかな、うん、あとあ一緒か あと週週の筋トレ週3もやっちゃいますかはいやっぱりあの体を見せるいろんなファッションを年を重ねるごとに気になるところがより気になってこの服着ないあの服着れないっていう言い訳がどんどんついてくるでも自分は今おしゃべりですけどあの昔はしゃべらずウォーキングしてたモデルやったんですが今はあの座ってしゃべる方になりましたけどまだ私はモデルだっていう自覚を持ちたいのでここはやっぱり週3の筋トレそして 日日焼焼けけ止め日焼けしたら元に戻るの時間ももお金もかかるんです、はい、だから日焼け止めをしっかりで日焼け止めはジグザグ塗りでたたく、えー、CM でやってるみたいなスーッというのはあの毛穴の位置とか毛の生え方とかで一定方向だとまだら焼けするのでジグザグに塗ってちゃんと叩いてあげるとしっかり日焼け止め塗ることできるんで23時間おきに塗り直してます。 なんかいろいろ学べますね。なんか人生でも学べますし、<laughs> ファッションでも学べますし。うん、すごく勉強なね。うん、これから毎日叩いて乗ります。はい。軸座、ねうん、ありがとうございます。それぞれに参加票をあげていただきました。<laughs> いやもうぜひ皆さんも暑い夏こういったことをこう参考にしていただいて乗り切っていただければと思います。ありがとうございました。